五光明天皇は日本の第110代天皇。意味名は正日都市。幼名は蘇我宮。官営10年3月12日に誕生。官営19年9月2日直訓となり、12月15日に新王宣言。翌年9月27日に11歳で元服。10月3日、明将天皇の上位を受けて、戦争同月21日に即位礼を挙行した。 在位期間の十二年は、将軍、徳川家光から家綱の時代に相当している。東福門院が養母とされたため、徳川氏は、形式的ながら、外籍の地位を保ち続けた。女王三年九月二十日、闘争により崩御。三二十二、翌月十五日に、ご公明院と、追放された。崩御前年から体調を崩し、末帝の後期宮を有志に迎えている。 突然の崩御のため、後年には幕府による独殺説も生じた。天皇は儒学に傾倒して、天礼を重んじ、長儀再高を目指した。また、天皇は武芸を学ぶなど激烈で、直上傾向的な性格の持ち主であり、反幕府的な態度をとっていたとも言われるが、その反面で幼少から学問を好み、特に儒学や漢学を尊重して、これを奨励した。 はじめ、妙業家の藤原健太田氏から、収益の伝授を受け、後にほど、主学派に傾倒すると、二女光道の推薦で、民間から、浅山素心を招き入れて、信仰を受けている。慶安4年9月には、呪者、藤原聖家の功績を称いてその文集に、直上を与えた。天皇が、庶民の書に序文を賜うことは、これが最初という。また、監視文の施策を好み、 御州に大鳥帝州がある。このような計画への系統に対し、和歌や伊勢物語、源氏物語などの古典を入弱として退りける風もあったが、在位中は朝木最高に心を砕いており、正法三年に神宮霊兵の儀を再考した。石典や大学寮の復興、複製の改革をも意図していたというが、これらは本御のために実現しなかった。小水のお天皇の 第四巫子。母は造作大臣園起人の娘孔子。養母は父三角の中宮の徳川和子。名将天皇は異保姉。五歳天皇と霊源天皇は何も異保邸。月輪陵陵は宮内庁により京都府京都市東山区今、熊野泉山町の潜入寺内にある月輪陵に事情されている。宮内庁上の形式は石造九十頭。 女王3年9月25日入館。翌月15日潜入時にて笹草された。寮は石像九十島である。この体操の時、近中に出入りしていた魚や奥八兵衛の神言によって従来の火装を改めて土葬の性を採用した。その後、昭和天皇に至るまで歴代天皇は土葬された。また皇居では高麗殿において、 他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の礼が祀られている。中三角先順の、先順後期、女王3年10月17日上によれば、ご光明天皇は後期軍誕生直後に、皇統内史を通じて幕府が派遣されていた、金利府、高木守久に相談したところ、高木は、将軍は、前書されるべきとおっしゃるであろうから。 幕府への直手派遣は急ぐ必要はないのでは、と回答したという。室急走の急走小説によれば、天皇の病状悪化のため、関東から医師を参上させて薬を進めたが、天皇は服用を拒んだ。しかし、京都書次第の土曜井の神が強く進めたので、やむなく服用したところ、容態が急変したという。文中に毒殺とは明記されないが、 それを暗示するかのような表現である。しかし、この記事は、聖徳5年5月6日付の旧層の手紙によるとあるから、宝御より60年ほど後のものである。しかも、宝御寺の諸次第は、板倉重宗である。土曜井の神で有名なのは、秀忠、家光のもとで、老中、大老を務めた、土曜井の神利勝だが、都勝は、ご光明天皇即位の年に死去しており、 後を継いだ、土井都市は、京都諸子大にはなっていない。土井氏で、京都諸子大になったのは、後光明天皇の時代より、後の18世紀に、諸子大となった、土井都佐とのみである。幕府が、天皇の病状悪化を知って、医師、武田道安を上落させたことは事実であるが、天皇は道安出発の前日に崩御している。ありがとうございます。